どうもジョコです。ゼルダ無双前回の続きからやっていきたいと思います。では続きからやっていきます。おーボス戦や。おクモ、うわボスクモ、うわ目が怖い、うわ怖い、おいおいおいゴーマ、ゴーマ魔眼外隠しゴーマ、名前めっちゃかっこやん。おめっちゃ目玉来た。どこやん。あこれ目玉が多分弱点やろ明らかに。俺だけなんか違うところやんけよ。あーこっちか、急げ。勝利時変更、えゴーマの撃破、レールアップした。あもしか弓矢でこの目つ貫くとかじゃん。こいつもしかして。そうだろ。ちゃうな、あんま意味ないっぽいな。何したんやろこいつ。条件こいつの弱点なんなんやろ。目やろ絶対。まあ目っぽいけど、あ食らった結構。弱点目の割にはさほど目なんかあかんけどな。爆弾の方がええんかなやっぱ。あん、えエリア階段、あ逃げやがった。おいうわ俺は陣地や。大ジャンプで急げ。でもここの拠点も取った方がいいから、お前さん行っとけや。俺先行っとくわ。ゴーマ討伐じゃ。とりあえず俺この拠点を奪うわ。俺は奪うぜ。ここ行くぜ行くぜ。か怪物だ、誰か救援を頼む。あいつめやる気低下。おいおい何しようねん。やばいゴーマ来た。おらどんな魔物も弱点があるはず。おっ来た。弓矢っぽいこれ。弓矢や、弓矢だった。目玉やろ。うん取り直す。撃破になる。よっしゃー魔導士の拠点制圧した。オッケー。これでダウンがもうほとんど青なったやろ。オッケーや。もう向かおう。弓矢もうほとんど敵おれへんなったやん。弓矢絶対これ。なんかでもガードされたりするんけど。まあだってここで弓矢手に入ったしな。絶対弓矢やろ。弓矢っぽいわな。え、なんかあのマーク出た、あの弱点マーク。いやなんかでもガードされとるかあれな。どうなんやろ。遠くから狙った方が俺じゃん、ずっと。いや俺攻撃しとくで。なんか無理やな、遠くから狙ってもなんか全部ガードされるよ。ほら弱点あるやん。中入らなかったこの。無理やな。この属性の弱点につくしかないんじゃん。あこの属性、うわまたどっかに。うわ全部ガードされないこいつ。効いてへんやろでも技が。じゃあなんでこいつダメージ受けたん。あ分かった。片方が前行ったら後ろが攻撃してんやん。そっち攻撃してん。俺が前こっち向いてる間に、ほらこいつ攻撃処方向くから縦で。ほらこの後ろが狙い目なんや。お前ダメージじゃん食らった。うん多分そういうことやこいつ。だから後ろから弓矢狙っとったらいいんかな。弓矢なこれ。俺弓矢で多分前こっち向いてるからずっと。オッケーオッケー。これどこへの食らうかなこいつ。どうなの全然効いてんけどなこいつ。こいつやばいな。弱点がいまいち分からんな。普通に考えたらあのボスみたいに弱点出たあるはずやから。なんかあれやなこいつの弱点のやつが。なんなんやこいつ。弓矢やと思ったけど弓矢ちゃうもんな。あの目が明らかになんか弱点っぽいんやけどちゃうもんな。めっちゃ食らうんやけど。やばもう速攻ガードするもんなこいつ。弱点なんやねんこいつ。ほんまに爆弾ではないよなこれ。逃げろ逃げろ逃げろ来るぞ。爆弾ではないから。なんだよこれ弱点マジ分からんな。分からんこれ弱点が分からん。使ってみよう。全部ガードされた。結構なんだよ弱点。こいつで謎だ。死ぬ。こいつマジ謎やな。あ、今、今やこれや今や。ええ、おい何やさっきの。終わったぞ。おいさっきの絶対弱点やったやろあれ。あのモードチェンジ。てかこれ HP やばい。あ来たこれや。え、なんか聞いた。あ聞いた。あ弓矢弓矢弓矢打ったさっき俺。うそ。お前弓矢打ったさっき俺。行ったわ。あの青色になった時弓矢出るんや。やっぱ目に弓矢したらいける。今攻撃して弱点弱点いこう。あやばいやばい。
わあ、意味は意味は意味は出ない、意味はない。やっぱこいつはあ攻撃してあかんねん。だから敵に攻撃させて、これこれが意味や、これでやば。だから敵に攻撃させて、あのレーザー来るときに意味は打つねん、多分それで OK やと思う、多分これ。え、俺が負けたんや。な、なんやって。うわー、やらかした。そういうこと、多分こいつ攻撃させて好きできた時になんかしたらな、あれ、ま、前になったから。え、チェックポイントからやら、そら。おう、いける。あ、よしよし、来た。こいつ攻撃してあかんねん最初。こいつほっとこ、とりあえず。だからこいつに攻撃させてから、うん、その隙に目が合うようになった時、あれ、あ、今これ、あの目が合うようになった時に弓は打ち込んだら多分いったと思う、さっき。だから見とり、敵に攻撃したらあかんねん、うん、こいつ。え、 あ移動した。あ、移動か。あ、前と同じやん。いるか。じゃあお前頼むわ。これまだ拠点俺のなんてなってない。あ、なってないまだ。じゃあこの拠点だけ。あいつ、あいつ攻撃せずに、あいつが攻撃した後に青色になった時に弓矢かなんか打ち込んだら多分いけるっぽいから。だから青色のメインやった瞬間にってことやろ。そう、オッケーオッケー。だから多分俺はずっと攻撃しといたから、あのチャンスは今回って。そういうことな、多分そういうことや。時には待たなあかんと。そう、待つことも大事だということや。要はもう分かった、もう楽して。なかったのはやっぱ俺が上手いってこと、前さん。ヘイ、あ、来た、あれや。お、来た、やっと。うわ、ミスった。もうすぐ終わるから多分いける。 あのビーム、オッケー、倒した。あ、まだや。倒しました、行きます。行くでござるよ。来た。え、あ、来た来た来た。え、転んだ転んだ。やっぱそうやろ、アットルっぽいな。え、弓矢で倒したん。弓矢やったな、やっぱ弓矢か。あのビーム終わった後に弓矢、なんか地味に敵が残っとるもん。まあ、いらんないけど、ビーム終わった後の青色の状態の時にやっぱ弓矢か。そうやな、やばい、取られちゃうんだ。来た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 、いいねいいねいいね。オッケー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 、もうちょっと来たよ来たよ来たー、よっしゃー、フィニッシュコンボー。おおお、やばい、めっちゃ食らった、めくるねた。うわやば。オッケー、次もう一回、もう一回もう一回もう一回、この後ろから。危な、来いよ来いよ、危ない、危ない、来いよ、ビーム来いよ、危な。え、ゴーメンなら、隊長？隊長聞いてもだよ。すいません。うわぁ、来た！あぁ、これや。来たぁ、来た来た来た。急げ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 ぇ、おらぁ、よっしゃ、急げ急げ、もう一つ、もう一つ、あ、くそ、やばいやばい、来ました来ました、もう一回もう一回もう一回、こかしていける。そこ来い。来い、レーザー来い。来た。お、来た、これなんや、きたー、オッケー、ふぅー、いきまーす、いっちゃうぜー。あ、お前せんいた、いらっしゃーい、いらっしゃーい、オッケーオッケーオッケー、もう一回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 、来い、オッケーオッケー、あかんかん、まだあかん、来いよ来いよ、きた、オッケーオッケー、こいつ弱いぞ弱い、こいつもう分かれやばい、弱いぞ、急げ急げ、はぁ、はぁ、あ、ちょっと、いけいけ、おっしゃー、よっしゃー、メンターをくり抜いたんで、あとちょっとあとちょっと、来いや、レーザー来い、来た、オッケー、取った、ほい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 、おい、勝った、終わり、なるほどね、ゴーマなかなか、あれやな、なかなかあれやな、頭すごい敵やったな、うん、待たなあかん時もあると教えてくれたな、すごいすごい、お化け倒しちゃった、あ、終わってもだ、もう何もできん、これで私の勝ちだよ、これ結構頭も使ったりとかせなあかんもんな、でもやっぱな、色で教えてくれるからいいな、弱点は、確かに、うん、インパゼルダ様にあると思ったが当てが外れたな。癒しの力、おう、一体どこにおられるのか、ご無事ならやるんだが、
なんか意味ありげな表情やな。うん。魔女の騒乱。魔女の騒乱。後世の人々。お、スペル。スペルや。ガシベルやん、これ。うん、魔物の本や。町から遠く離れた森の奥深くで、ハイラルの魔女は代々3つのトライフォースの均衡を見守っていました。3つのトライフォース。彼女は特別な魔法を使って幾多の時空、幾多の人、それがあの女の子か。あ、リンクおった。過去と未来を垣間見ることができました。誰や、あいつ。インパや。ある日、魔女は一つの魂に目を留めます。まばゆい。お、リンク、リンクや。その魂の持ち主はリンクかっこいいや、うん、これトゥーンリンクっぽいな。超えて魔を打ち払い、ハイラルを悪しき者から守ってきました。人々は彼を勇者と呼びました。魔女は勇者に憧れを抱きますけれども、彼のそばには、ああ、それがあいつってことか。あの女の子が、だから魔女ってことや。そうやな、ゼルダ、うん、だリンクが好きなんだもん、あの女の子見とったってことか、あいつ、こいつは。気持ちが芽生えた魔女にそっとささやくものがいました。それはガノンドラフや。それはなんか、かつて勇者に悪しき者の、それガノンちゃん。普通に考えたらガノンなんかな。悪しき者の使命でした。ガノンっぽく、ガノンなんこれ。ガノンがあの変身者姿、こんなんじゃなかった。あ、ほんまやな。スマブラで手を貸そう。そうささやいた悪しき者は、魔女が持っていた善の心を外に追い出し、あ、この善の心があのラナなんや、多分。そうやな、そういうことや。あ、そういうことやな、うん、なるほど。魔女が悪になったと。悪しき者の目的は一つ。ガノンや、これガノンやで。あの額みたいなの意味わからへん。復活を果たし、ハイラルを我が物にすること。ガロンドーフケ、ガロンドーフケ。スマブラでしか知らんからな、俺もあんま知らんねんな。悪しき者に操られるまま、闇の世界とつながる転生の扉を開きました。扉から召喚されるさまざまな時代の魔物。骸骨剣士みたいな俺。お前、ハイラル王国に再び災いが訪れました。なんかこいつキュービーみたいな感じやな。来ました、魔女。そういうことか。なるほどね。ガノンか。あの魔女はマレフィセントみたいな。マレフィセント。オッケー。ファイアロッド。お、強酸強化。ああ、そういうことな。強酸攻撃が。お、女神のハープ。おお。なんかかける30に書いてあるぞ。なやあれ。あ、スキル解放やったもん。お、銃剣。シルバー。お、ギブドのやつやこれ。ほんまや。ゴーマの3液。あ、これゴーマ系のやつ。意外とアイテム手に入らんもんな。うん、お、ラナ来た。あー、ラナ来た。ラナ魔法使いか。絶対回復やろ。次元を開ける壁の力を秘めて魔法の本。特殊攻撃で前方に大きく飛び込む。飛び込んで魔法の壁に触れると壁を使った攻撃を出せる。壁なんや。なんか変わってそうやな。ラナ。ジャンキャーを利用できるようになりました。武器を合成することでスキルを見つけられます。おー。おー、そんなんもあるんや。ラネール警告次。次の属性は、シークや、これ次。おー、シークか。シーク強いからな。ラナは何も属性なんだろう。あ、雷、こいつも雷やん。あ、どっちか。あ、じゃあ、ラナ使おう、次俺。じゃあ俺、あ、レベル10まで上げれるやん、じゃあ全員。ほんま。そうやな。あ、リンクも10。あ、リンク10やん。エリコも低い。あ、これ。いや、しゃあないから。倒した数なんでこんな差つくねん。お、結構、いるやん。ルピーは結構あるもんな、いっぱい。山ほど。でも、まあ、後半になっていったら結構武器とかにも使わなきゃな、強化とかで。できる限りは、敵は勝っていくと。そういうことやね。ジャンク屋。バッチ屋。攻撃バッチ。バッチ屋で、シークの攻撃バッチ。無理やな。ここは無理やな。あ、いける。ウィークポイント、ゲッ、お、これええやん。お前、いるやん、それ。これだいぶいいやん、これ。あ、無理や。え、なんでスキル3開いてへんもん。あ、そうか。なるほど。こいつ、こいつはいけるやん。いけるやん。強攻撃追加な。ポキリの剣。お、X が通過されると3回に。あ、すげえな、こいつ。X かける3。うん。X 連続ってやばいな。無理やし。あ、なんかいけたぞ。いけるやん。
黄色。黄色いけるやろ、多分。どれ黄色って。さっきあったくない。なんや、ほら。ないわ。黄色。あれや、ほら。あ、いける。てるててん。タチのジャック攻撃追加。お、ジャック1個増えた。タチ好きなんやけどな。まあ、ええわ。お、防御。お、結構追加。お、お、上。ビッグボーンの首飾り。いるやろ、それ。これいるな。俺、回復なんて1回も使ったことないわ。俺、使ったことあるわ。これはあ、これも全部や。あ、炎のシナリオとかで。ビッグボーンの首飾りがめっちゃいるやん、じゃから、だからこれ。どうする雷つく、次のシナリオ。早くらアイテムだけあげとくか、とりあえず、全員。そうやな。それは絶対いるわ。次のシナリオって、なんちゃったっけ、雷が有効やわ。雷が有効ってことは、水や。これやわ。有効属性が水のシナリオってことは、有効属性が雷ってことじゃない。そういうことか。じゃあこれか。うん、それつけとこう。いるこんなん。いるやろ、そんなん。まあこれ、いずれにしてはいるわな。絶対持っとかなかやな、結局は。あ、1個目作らなかやな。オッケー、ラマー回復は絶対いるわ。あれ、ないこいつ。あ、違うんや、材料。これちゃうんや、材料。リンク、リンクは、いや、こいつ有効毒って光やから、光これ使っとった方がいいな。そうやな。よっしゃ。で、こいつは水つけとってんやな。そういうことやな。水やから。ソーラの服一致。なるほど。オッケー、オッケー、オーケー。補助、補助バッチない。いけるやん。え、あ、いけるわ。取りあえずちょっと、これええやん。これええやろ、普通に。全員持ってもいいやろ。あ、いけるやん、まだ。あ、いけるやん、なにこれ。あー、パワーアップでちょっと延長される。まあ、もうつけとこ。マヤさん結構シークやろ。シーク好きやな。使いやすいな、めちゃくちゃ。俺はこのラナか。あ、ラナも使っていくやろ、結局。だってうん、雷の時2人雷でどっちも組んだ方がやろ。うん、できればな。よし、お、いける。リンクか。こいつ強化したいな、俺。俺リンクよりこっち早いからな。インパ早いねんな。インパの方がええわな、確かに。あ、でもこれちゃうぞ、素材が。多分ちゃうんやろな。うん、これじゃいけるやん。オッケー、これだいぶ変わったやろ。リザルフォス結構リンクいるからな。ほんまやな。借りまくらなあかんな、リザルフォス。まあ、このスキルツリー結構すぐ開くそうやけどな。これ欲しいな。欲しいな。これ大事やで。じゃあジャンク屋行くか、最後。ジャンク屋。まあ、リンク屋、リンク片手剣か。どれがええかやな。あ、スロットがないと無理なんや。つけられへんってことや。特殊攻撃強化。なるほど。ロッド。シーク？シークハーパーあったっけ？お、レア度4あるやん。え？え、これ強っ。レア度 4? やばい、レア度4のやつあるぞ、これ。こいつ。なんだこれ、3000って。多分3000体、狩れば解放とかやったと思う、多分。マジで？うん。だから、使いまくって3000体狩ったらなんか解放とかあったと思う、多分、そんなんが。うわぁ。多分な。シーク使おう。こいつは？ダイゴロンだけかよ。ダイゴロン。お、つけたろか、一回なんか。ないやんけ。まあ、ええわ。どうせ次俺、ラナ使うし。よっしゃ。薬屋は？もう、いらん？いるやろ、薬屋。あ、これ持ってんのか。あ、これ無理やん、どうせ。もう、買われへんの。うん。薬屋出せ、あれやし、この、スターがちょっと増加っていうのは、これええな。レア武器出やすくなるってやつやろ。ええな。あ、いけるやん。あ、ほんま、いけるやん。まあ、行ってもええけど、どうする？いらんか。まあ、こんなん全然いらんから、使ってもええって。じゃあ、使っとこ。一気にできへんの。はい。おう。これ持っとっただけで次の戦闘に。勝手に？勝手に使ってくれるから、スターのフットルースがアップすると。おうおう、いいね。いいね。というわけで今回ラナ、増えましたね。魔導。よっしゃ。魔法使いラナ。かわいいな。もうちょっと俺も倒せるようになりたいな、敵。まあ、とりあえず基本的には弱点をついて効率よく曲がっていこうかなと思ってます。で、難しいやから、まあ、まあ。うん。そうやな、そっちの方が絶対しな。うん。そっちの方がレベルすぐ上がるやろ。で、そのレベルを追いつかした方が早いやん。そうやな。だから次はだからシークと。ラナで行きたいと思う。まあ、次ラナ使います、僕は。前さん同じシークで。結構属性とかっていうのおもろいな、これ。そうやな。なんかリンクまだ武器、全員4つあるっぽいな、これ武器。全員4つあるな。こいつとかタチガにあるんやな、武器。それがおもろそうやろ。これやばいな、武器の数が多いって。すげえな。ロッドおもろかった。ロッドおもろい。まあ、ロッドだから、マリオのなんか水鉄砲みたいな、シューンみたいな。ああ。まあ、遠隔系やな、どっちかって言ったら。まあ、かっこよくはないでしょ、普通に。雷とか。まあ、一番やっぱかっこよかったタチやな、今のところ。この3つの中やったら。
ハープかこいつ。でもこいつなんかハープがありそうやもんな、絶対。絶対探検あるやろ。うん、なんかありそうやな。朝創剣あるんや、創剣。はい、だからとりあえず一旦じゃあ、終わって、次はこの ラサール渓谷じゃなくて、ラネール渓谷。ラネール渓谷。クリアしていきたいと思います。まあ多分ね、このタランチュラ。これはちょっとね、取るの難しそうなんで、まあとりあえず今のところ置いとこうかなと思ってます。また、集めるときは、まあもうちょっとレベル上がってから集めてもいいかなと。集めるときは思ってます。とりあえずは今、シナリオをどんどんクリアしていこうと思うので、またそちらの方もぜひ見てほしいなと思います。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。